い、どうも亮平です。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、本日翔平図の対戦相手やってくれたりとか、まあ翔平図のね紅白戦いつも来てくれるしゅんさんが主催している紅白戦に来ております。しゅんさんのお友達のね高橋さんもいつもお世話になります。いつもの高橋です、はい。はい、そんな中で皆さんのグローブ紹介をやっていこうと思うんですが、一番最初はまあ翔平図にも入ってる高橋さんということでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ちょっとグローブ、はい、ピッチャー用。おお、ちょっといいですか。はい、これが分かりました。誰モデルか。はい、田中のマークモデルですね。正解。ここの縦のね、閉じ方がちょっと特徴的なんですよね。そうそうそう、横閉じなんだけど縦に、横閉じ多分じゃなくて横閉じ縦なんですよね。刺繍がそういつもの色の色です、はい、そうそうそう、蛍光ね。サングラスから見ても分かるようにエルボーガードとかもね蛍光ですよね。これはどのタイミングで購入されたんですか。これが40になった時にピッチャー始めて、はい、本格的にピッチャーでやるよってチームに言われた時に、はい、まあ、たまたまマークが、うん、で、じゃあなるほどグローブから入ろう。これはメジャー行ってからのモデル。いや、前だと。ってことは2013か。結構前。モデルとしては多分2013モデル。古いやつなんだけど、これがいいなと思って。なるほど。ちなみに今おいくつなんですか。今ですか。はい、43、今年4になります。おー、まだまだ元気。まだ若いのには負けてないんですよ。まあね、僕の肩のこともね、気にかけてくれたりだとかしてるので、まあ、今後ともちょっと翔平、はい、あのこういったあのしゅんさんの主催のイベントにも来れたらなと思って、ね、ぜひ、はい、いらしてください、はい、翔平さんと一緒に。はい、すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続いての方に来ていただきました、はい、お名前をお願いします。はい、田中です。田中さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ね、グローブ紹介ということで、はい、田中さんが使っているグローブちょっと前にドンと出していただいてですね。はい、はい、じゃあこちらも、はい、ミズノだ。そうですね、もう、はいはいはい、見えないぐらい。おお、ちょっとお借りしてもいいですか。はい、これが、はい、なんかちょっとちっちゃめ。あ、そうですね、もう小学生5年生の時に使ってるので。おー、今おいくつですか。今もう21です。すごい、ってことは10年ぐらい。10年ぐらいずっと。すごいな、グローブって使えますからね、革だから、はい、なるほど。少年外野用なのかな、一応って。そうですね、昔いた楽天の聖沢選手って。はいはいはい、その選手のモデルで。足速い。あ、そうです、センターやってた。あ、聖沢、はい、選手ってモデルあったんだ。はい、思い入れとか、まあそれは10年使ってる思い入れはあると思うんですけど、はい、思い入れですか。はい、なんかこれで少年野球頑張ったとか。まあ、そうですね、やっぱ初めて買ったグローブ。おお、初めたっていうのそこからずっと使ってて、うん、うん、自分の本当に慣れた方で、はい、はい、やっぱ手の一部。そうですね、もう手の一部ぐらいの。そうですね、もうこれ以外使えないよ。おお、じゃあね、はい、今日そのグローブでね、あの、はい、イベントも楽しんでもらえればと思います。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、3人目の方に来ていただきます。はい、お名前をお願いします。中川海です。中川さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、中川さんね、さっきキャッチボールの時にちょっとね、お話しさせていただいたんですが、はい、まあ同じキャッチャーということで、はい、キャッチャービットの紹介をしてもらえればと思います。はい、じゃあちょっと前にドンと出していただいて。はい、お、こちらは畠山。そうです、 M8 だ。 M8 ですね。いやー、かっこいいな。公式用の、公式用の M8 です。なるほど、はい、これは高校の時に。そうです、高2の時にお母さんに買っていただいて、今でも大切に使ってます。ですよね、はい、最初めちゃくちゃ硬くなかった。硬いです、動かないです、鉄板ですよね。あれと思って、ずっとボール受けてるしかないですよね、はい、当てる、受けるっていうか当てるだけですもんね。そうですね。あ、結構縦長に肩を、そうです、ね、はい、こう、このラインで縦長に。そうですね、じゃあ深いミットをさらに深く使ってるみたいな、はい、で初心者なんで。いや、初心者がこの肩はない。ここにちゃんとくぼみがあるんですよね、ここに。汚いですけど。いやいや、ってことはミットの中心で取ってるっていう証がすごい出てるので、上手、はい、い人のミットだなと。そうだ、思いますね。ありがとうございます。で、重厚感もありますよね、畠山なんで、ね、このプレーで今までで良かったプレーとかってありますか。いや、練習試合なんですけど、はい、高校時代に盗塁を相手のを全部刺したっていう、はい、おー、はい、よくこの深いミットで握り替えが相当うまいんだ。いや、もうたまたま。いやいやいや、わかります。でもそういうの覚えてますよね、はい、結構。この後ね、あの、僕がキャッチャー入るまでは、はい、キャッチャーずっと続けていただいて、はい、頑張ります。はい、それでは、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。吉田と申します。吉田さん、はい、はい、お願いします。いつもね、翔平図の練習試合で相手方でやってます、はい、ありがとうございます。今回ちょっとグローブ紹介ということで、はい、さっきあの初っ端見た時からすごい綺麗なグローブを使っていたので、そうです、紹介してもらえればと。先週買ったばっかりなんですけど、あの大宮のベースマンさんに購入しまして、ジェットのプロステータス。おお、ちょっといいですか。はい、どうぞ。やばいな、パステルブラウンってカラーなんですよね。そうですね、はい、これ最近入荷したばっかりということで、うん、はい、これのダークネイビー系のお色を持ってるんですよ、はい、全く同じやつを。いいですね、29型、はい、多分小林選手よりだ、はい、モデルじゃないですか、ね、はい、方ですよね、はい、もう1週間前に買ってジェットのキャッチャーってもう試合出てましたよね。あのあれは前使ったやつで、 あれが壊れちゃってるんですけど、まだ硬いのでこっちが、そうですよ、まだ試合中はあっちを使ってる感じ。そっか、さっき受けてたのか。そうです、はい、なるほど、全然まだ掴めないですね。硬いですよね。硬いです。スチーム入れました？入れたいです。あ、もう自然にあの自分で作る方向でやろうと思ってるので。 いいなありがとうございます、はい、このミットに決めた理由とかってあります？そうですね、前使ってたやつが森友哉選手のモデルなんですけど、あの形がそれに類似しているという点が購入の決め手ですね、うん、なるほど、はい、なるほど。森友哉選手モデルはあれはレギュラーバッグでしたもんね。そうですね、でも違うの使ったんですか、ね、うん、はい、型を森友哉選手型 で色がちょっと違う感じで、はいはい、このミット早く育てていただいて、はい、またあの小平津でやりたいなと思うので、よろしくお願いします。その時は、はい、このミットで、はいはい、ね、いろいろと良くなってると思うので、はいはい、これで勝負できればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということで、お次の方に来ていただきました。お名前をどうぞ。はい、水島亮です。お願いします。水島さん、お願いします。お願いします。過去にね、あの翔平 TV のイベントにも、はい、あの勝也くんと一緒に来ていただいたということで、はい、それ以来ですね。そこはすみません、覚えてない全然ごめんなさい、大丈夫です、はい、その時にもね、使ってたグローブ今日もお持ちだということで持ってきてもらいました。はい、紹介で出していただいて、これは SSK です。おー、 SSK こんなグローブあるんですね。はい、ちょっといいですか、お借りしても。はい、これがね、SSK のこれって日本製じゃないですか？いや、何も詳細を聞かされてない。ああ、なるほど。なんかね、この補給面がね、ちょっと見えづらいかな。グッドのマークが入ってるんですよね。なんか日本じゃあまり見ないような感じの、どちらかというと、台湾とか韓国製の、はい、に近いのかなっていったような感じがしますね、はい。で、カラーリングがホワイト、そうですね、とブルーで、レースが赤、はい。なるほど、めちゃくちゃいい配色ですね。この辺が特徴的で、折り返しがなくて補給面にあるんですけど、でも負けないようにここに1本はみ出しが入ってるので、そういうところはなかなか日本じゃ見られないようなグローブです。はい、はい、ありがとうございます。で、なんかこれこだわりとかってありますか？そうですね、ちょっと自分は内野で小さい方が好きだったんですけど、うん、まあ、軟式始めてから結構バウンドの対応だったりっていうところが大きくなってるので、それをまあ、よりコンパクトに扱えるようにちょっと折ったりとかっていうところは意識してます、はい、なるほど、まあ、じゃあ結構深めで。そうですね、今までとはちょっと違うけど、はい、そうですね、わかりました。じゃあ今日この後のプレーもこれで頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日1本目ですね、多分この後もまだ、続くと思うんですが、グローブ紹介の方させていただきました。皆さんね、それぞれ思い出のあるグローブ、新しかったグローブなどいろいろありましたので、皆さんもね、グローブ購入とか使う時の、参考にしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。走走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